次に安倍智子さん、はい、安倍さん、はい、社会民主党市民連合の安倍智子です。野田政権、とりわけ野田総理はこの税と社会保障の一体改革に政治生命をかけるとおっしゃいました。まあ、大変に強い意気込みがあるものと受け止めていますが、しかし一体今の社会保障の何が問題で、どこをどう変えようとするのかということにおいて、私はもう少し深い論議が必要だと思います。冒頭総理にお伺いをいたしますが、まあ、社会保障は当然高齢社会ですので、その給付も含めて規模は拡大してまいります。で、これを支える国民の側は、まあ、税か社会保険料で負担をしておるわけですが、一体今の構造、我が国の社会保障の構造の中で国民の負担という点では何が一番問題があるんだろうとお考えでしょうか。総理にお伺いいたします。野田内閣総理大臣。野田君。社会保障はですね、公費の負担とそして、保険料の負担合わせて、まあ、いわゆる国民負担率という形で数字では経年で追ってきていますけれども、まあ、特にバブル崩壊後ずっと景気が低迷をしたことによる税収の落ち込み等々の影響が社会保障にも影響しているというふうに私は思っております。安倍さん。はい、今総理がおっしゃったように、なかなか我が国の景気が低迷しておりますので、当然そこから得られる所得税や、まあ、法人税が少なくなっておると。今のそしてご答弁では、まあ個人が負担しておりますいわゆる社会保険料というものについては、一体重いのか軽いのか、ここについては総理のご認識ありますか。個人が負担している社会保険料です。今全体の収入の中で景気悪いから法人税所得税が減っておると、ここが問題であるのか。じゃあ個人も社会保険方式を取っております、我が国は。ここでの負担については総理はどうお考えでしょう。野田内閣総理大臣。私はですね、人口構成でその意識というのは相対的なものになってくるのではないかと思うんですね。で、支えている側、要は保険料を納めている人たちは現役世代です。で、その現役世代のその負担に過重になってはいけない状況がだんだんこれからの少子高齢化だと思います。で、そこをどう受け止めるかだと思うんです。で、あらゆる世代で負担をしていくことで今私どもの提案でありますけれども、やっぱり現役世代の負担にずっと頼っていくという形を、まあ、一定のもちろんご負担は必要ですけれども、そこに過重な負担を押し付ける、あるいは所得税に頼るとことも同じだと思いますが、それによって社会保障を支えるということはだんだんと困難になっていくのではないかというふうに思います。安倍さん。社会保険料方式をこの国の中できっちり堅持していくかどうかは、私は人の意識、暮らし方に関わると思うんですね。で、後ほど触れさせていただきますが、今民主党が、まあ、検討しておられる年金方式は、ある種モラルハザード、保険料等を納めなくても最低年金が来るというふうに受け止められる可能性があります。私はやはり日本人が勤勉で、そしてある意味で一緒に社会を支えていこうと、思いやりという精神を持った国民であることから考えると、この社会保険方式を大切に、なおかつ過度の負担をそこの負担している側に与えずにどう堅持していくかということを今しっかり考えないと、逆にこの国の社会保障の持続可能性はないと思います。以下、社会保険料負担について具体的にいくつかお伺いをいたします。最初はいわゆる国民健康保険の保険料負担でございます。小宮山大臣にお伺いしたいですが、これは大体、所得において250万、まあ、年収にすると350、60万世帯の、まあ、モデルケースと
お子さんが2人ご夫婦、今なかなかこういうモデルなくなりましたが、それで国民健康保険にお入りの方の1993年から今日に至るまでの保険料負担の推移でございます。まあ、保険料がどん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 上がって、まあ、250万所得のうちで今45万円、これ実測実際のデータであります。山梨の甲府の実際のデータでございますが、お子さんを2人持っておられる自営業の方を想定していただくと、だいたいこの保険料負担が45万円になっております。これを重いと見るか、果たしてこれくらいやっていただかねばいけないと見るか、まあ先ほど来低所得者対策とか極めて収入の低い方の問題はありました。しかしこれはまさに、もしも今国民健康保険というものを取った場合に、まあ少なくはあるけれど中核的なモデルの世帯であります。この負担についてのご認識を伺います。小宮山厚労大臣。今ご紹介いただいたその甲府市のケース、これは率直に言って高いというふうに思います。負担はで国民健康保険はどうしても年齢構成が高くて低所得者の方が多い構造的な理由から被用者保険に比べまして保険料の負担感が重くなっているというふうに思います。今所得に占める保険料の割合が市町村国保で 9.1%、 組合健保が 4.6% と推計をされています。で、まあ、その保険料収納率が低下しているんですけど、これはまあ景気が低迷をいたしまして所得が伸び悩む一方で医療費が増加をする、保険料の負担が重くなってきているという事情があると思います。それで今回の社会保障増税一体改革の中では、税制改革によって安定的な財源を確保した上で、2200億円の公費を市町村国保に追加投入する、このことによりまして市町村国保の財政基盤の強化を図る、これによりまして被保険者の保険料水準の抑制を図りたいというふうに考えているところです。安倍さん。はい、私は市町村国保に例えば広域化しても、あるいは2200億基盤強化をしても、実はここのご家庭の持つ根本構造問題には切り込みが入っていないと思うんです。私がわざわざお子さんが2人いますよと申しましたのは、実は国民健康保険においてはお子さんがいる分だけ均等割の負担、頭数の負担が多くなります。先ほど来我が国の一番の問題は少子化だとどなたもがおっしゃいました。しかし国保においてお子さんの数が増えれば増えるほど保険料が増えていくという根本構造には政治は一切介入をしておりません。かつて政権交代前に私どもの党を含めてオール政党で子どもの無保険、中学生や高校生で保険証を持たない子どもがいる深刻な貧困問題です。このことに保険証がなくても医療にかかれるという特別の法律を作りました。しかしそうした事態が生まれてくる根本構造をもう一歩立ち入って穴をして塞いでおかないと、私は予備軍がいっぱいいると思います。小宮山大臣には実はこの普通の国保のご家庭にいる子どもたち、当然所得はありません。子どもですから働いていない。もしも国保の保険料の均等割をゼロに、この子たちをゼロにしたとしたら、一体いくらのお金がかかるかご存知でしょうか。ご存知であればお答えいただきたいし、予告してないのでご検討でなければ私から申し上げます。小宮山厚労大臣。均等割でこの医療と後期高齢者支援分ですと、1人当たり2万7000円から介護分で、7200円ということだと思っています。安倍さん。子どもですので介護保険料の負担はございませんで、実はこの子どもたちの分の保険料をゼロにすると600億という試算でありますこれは私がまだ長妻大臣が大臣であった頃に、せめて
本当に子育て世代を大事にするなら、サラリーマンの皆さんは子供が何人おられてもそれで保険料が上がることはございません。でも国保にいるがゆえにお子さんをたくさん持ちたい、だけど保険料が上がっちゃうということを、これを構造的に手当てしてくれと求めました。その時出していただいた試算が600億であります。先ほどお答えの2200億よりは少なく、なおかつ次世代支援になります。私は民主党の皆さんとは共に政権交代をいたしました。子ども手当も子どもの貧困問題も私どもも一緒に作ったという思いがあります。そしてもう一方、今まだ子どもの貧困率が高いという現状にあって、この問題はぜひご検討をいただきたい。構造の中に矛盾が含まれているということであります。野田総理、お聞きになっていかがでしょう。野田内閣総理大臣。いや、確かに国保の世帯割とそれから被保険者均等割というのは逆進的な側面があるとは思います。それはご指摘の通りだと思います。それをどうするかという議論はぜひこれからもぜひ安倍先生にも入っていただき、議論すべきでいければというふうに思います。安倍さん、はい、前向きなご答弁ありがとうございます。では次をお願いいたします。引き続いて社会保険料負担の問題であります。総理には恐縮ですが、ご存知かどうか伺いたいのですが、我が国には家計調査というものを総務省がやってございます。家計調査報告というのが先だって2月の17日に発表されておりましたが、この我が国の家計調査の出自、どういうところからこの家計調査というものが生まれておるのか、もしもご存知でしたら、これも質問通告してなくてごめんなさい。ご答弁お願いします。誰か知ってるの？知らないんだったらもう答弁せんで、安倍さんが教えてもらったらいいよ。すいません、教えてください。はい、安倍さん。私も昨日勉強したばっかりですから同じです。高野岩三郎という、これ日本国憲法の社会権、社会的な生存25条等に関わる項目を起草された社会学者というか社会統計学者でありますが、その方が家計の実際の収入と支出をきちんと聞き取って調査にしてやっている、実は大正5年からのもので、戦後 GHQ に占領された中で GHQ がこれはいいと着目をされて、今日まで面々連綿とやってきた調査であります。改めて見ると非常によくできておりまして、世界中が毎月毎月こういうふうな家計を追った調査というのはどこにもございません。我が国がこれは突出した実績を持っております。で、その中でぜひ総理にもお目通しいただきたいのですが、実はここのグラフにお示ししてございますように、中堅的なサラリーマン世帯で今や社会保険料負担が1割を超してしまった、この2枚目のこういうグラフであります。上に棒グラフがあって、どん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 社会保険料負担が上がってくる。可処分所得の中で、手持ちのお金の中で払わねばならない社会保険料負担が上がってきたという、これは初めてのこの1割を超えた数値でございます。これは実は保険料負担というものが家庭にも重く、実は同様に企業にも問題になっておりますが、企業の方は非正規化などをいたしまして多少は免れているところがございますが、我が国の根本である社会保険方式、もちろん税と社会保障のミックスでやってまいりましたが、総理のお好きな分厚い中間層というものを堅持していくためには、この社会保険負担で押しつぶされないような手立てが必要だと思います。
岡田大臣に伺います。今度の税と社会保障の一体改革の中で低所得者対策としてではなく、すでに中間所得者層にも十分重くなってしまった社会保険料について何か対策されたことがおありでしょうか。岡田担当大臣。まあ、確かに社会保険料の負担が重くなっていることは事実、委員ご指摘のとおりでございます。しかし一方で、まあ、社会保障に関する、まあ、支出も増えております。まあ、その支出を次世代に先送りすることなく賄うということであれば、それは税かあるいは保険料という形にならざるを得ない、まあ、もちろん自己負担というのもございます。まあ、そういう中で、今回消費税を 5% 軽減させていただいて、まあ、公費をかなり入れることにいたしましたが、しかしなお保険料についてはですね、まあ、一時的には公費が入った分、緩和されるとはいえ、継続的にこれからも少子高齢化の中で増えていかざるを得ないと、まあ、そういう構造があると思います。安倍さん。私は今回の税と社会保障の一体改革ではぜひこの保険料の構造的な問題を解決をしていくべきだと思います。午前中鴨下委員もこの国の持続可能性をどうやっていくかということにおいて社会保険方式ということにもう一回着眼せよということであり、そして私の場合鴨下委員よりもさらに深刻にこれの持続可能性を懸念しているわけです。鴨下議員はこれまでの自公政権の中でいろんな気配りをされてきたことをご紹介されました。私はそれは一定成果だと思います。しかし今次のスライドお願いいたします。スライドです。実はここには社会保険料がさらに逆進性を深めているという構造問題をお示しをさせていただきました。所得の少ない人ほど社会保険料負担が多くて、それも非常に低所得の100、まあ、200万以下とか100何十万という方はまたさらに高いのですが、その間もずっと逆進なんですね。ずっとこれは本来はフラットであるか、せめてですねもう少し重いという感覚を国民が抱かなくて済むような手立てが必要であろうと思います。そしてそのことについては今日私の問題提起とさせていただきます。私の持っている時間がそうございませんので、ぜひこうした論議の中で何が必要であるのかご一緒に考えていければと思います。じゃあ次をお願いいたします。さてこれは先ほど佐々木委員がお取り上げになりました消費税や法人税、所得税の問題であります。先ほど野田総理は世界各国で消費税が 5% という国はもう少ないんだよとおっしゃいました。まあ、直接税と間接税の比率のパーセンテージで言えばそうなのですが、現状においても我が国では法人税はドーンと下がる、所得税もだんだん下がるという中で、かなりの税収を消費税に依存するようになりました。先ほど佐々木委員のご指摘では税収構造の中の 22%、まあ44兆といたしましたら10兆少々を消費税に頼っていると。そうするともしここで 5% 引き上げますと、おそらく私の試算では税収の中で消費税の占める割合、もちろんこれから企業が盛んになり個人の所得が増えたら税収増えると予想されますが、しかし当面の間、先ほど私が家計調査を紹介しましたが、可処分所得はこの10年間下がり続けています。当然所得税も下がってもまいります。となると税収構造の中で消費税が 40% を超えて負担している国というのは、野田総理、果たして世界にいくつあるでしょうか。安住財務大臣。ちょっと私どもの計算では先生、10% に仮に上がったとして国税収入分でいうと
37% ぐらいになるので、まあ、40とか50には、ほどには上がらないというふうに思っております。で、その法人税はやっぱり国際競争の中では我が方はそれでもですね、まあ、かなり地方の分も含めるとやはり企業側からは高いというご指摘もありますので、まあ、累進税率についてはフラット化を進めてきたという事実はございます。所得税については。ですから税体系全体のバランスで考えると所得税を納める方が当然社会の中でご指摘のように減ってきてますから、全世代型でやっぱりお願いをしながらやはり税収 のバランスというものを取らざるを得ないということはぜひご理解いただきたいと思います。安倍さん、はい、37% でも結構です。でもそんなに高い国もないんですね。もう4割近いということです。世界を見ていただきたいと思います。かなり消費税に過度に依存する。もちろんここには金融証券課税とか入っておりませんから。それから今安住財務大臣がおっしゃった法人税の引き下げ競争は各国で起こっておりますが、同時に実際に企業の皆さんに聞くとやはり税よりも社会保険料負担が重いんだと。その結果残念ながら非正規雇用にしてしまうということもあります。やっぱり政治は現実に着目するその着目点が大事です。私は例えばです、今回消費税値上げは賛成いたしませんが、何らかの税の引き上げをした場合にそれによって企業の社会保険料負担の軽減をサポートするような手もあるんだと思います。それがそうです。今環境税という声が上がりました。ドイツなどでも取っています。あるいはフランスでは皆さんが使われた復興の時のあの増税ですね、あの方式によって社会保険料を下げました。何が国民に負担なのか、何が企業に負担なのか、しっかりと見て真に手当てしていただきたい。最後お願いいたします。はい、ここには私はぜひ今日の各政治家の皆さんに見ていただきたい現実があります。先ほど来我が国の人口が減少して困るんだと、大変なんだとおっしゃっていますが、実は子どもは女性からしか生まれません。その単身の女性のちょうど20歳から64歳までのところが高い貧困率、相対的貧困率が 32% であります。お一人で暮らす女性の貧困率が高い、これは今未婚率も高くなります。そして高齢になれば当然高齢の女性の低年金や無年金になります。この根本構造をどう是正していくか、私はパートの年金加入も先ほど言った負担が重いと思われる企業の皆さんに何らかの手立てをしながら、しかし進めないとこの女性たちの問題が根行きのようになると思います。岡田大臣、最後に一言伺います。いかがでしょう。岡田担当大臣。パートの厚生年金の加入の問題は今政府の中でですね、30万円を引き下げるという方向で、30時間を引き下げるということで議論をしているところでございます。よく関係方面と調整をして前に進めたいと思っております。安倍さん、時間を何十時間ってやるとそれ以下で働かせるという方向になってしまいます。企業も重いんだということを考慮した上で、しかし支えられる仕組みをどこが国が手を入れるかです。もし野田総理、一言お願いします。この女性の貧困問題どうお考えですか。野田内閣総理大臣。社会保障っていうのはどなたでも困ったときに弱ったときに助ける仕組みだと思うんです。お互いの支え合いの中で、で今どういう人たちが困ってるのか、どういう弱ってるのか、それが何なのかという精緻な分析をしながらやっていくことが大事だということを今の資料を見ながら改めて痛感をした次第であります。安倍さん。
こうした論議が今日はまだ初回と思います。国民に分かりやすく伝わり、そしてみんなで知恵を集めて真に信頼に足る社会保障の実現できる国になることを私も参加したいと思います。ありがとうございます。これにて安倍さんの質疑は終了いたしました。